はいどうもこんにちは、リロです。今回なんですけど、スプラトゥーン2の頃にね、一時期最強で、もう環境支配しまくり一世を風靡した最強武器、デュアルスイーパーの方ね、使っていきたいと思います。で、まあ使ってみた感想としては、もうめちゃくちゃ楽しい。なんか知らんけど、スプラ2の頃より楽しいね、デュアル。弾が当たりやすい気がする。スプラ2の頃なんで最強やったかっていうと、塗りもそこそこできて射程もあって、で、メイン性のアップっていうギアがあって、それをね、たくさんつけることによって敵を本来4発当てないといけないところが、まあ、3発で倒せるようになってたんですよね。スプラ3ではそれが撤廃されちゃったんですけど、それではまあ弱くないし、使い方次第ではね、全然強いんで、今回使っていこうと思います。ギアはこんな感じですね。アクション強化を 0.3 つけると、まあ、デュアルの弱点であったジャンプ打ちですごい弾がブレるっていうのが結構軽減されて、めちゃくちゃいい感じですね。で、まあ、必須ギアがないんで、復活短縮 1.3 つけて、まあ、前に出るリスクを減らして、まあ、あとは機動力アップの加速。で、まあ、安全グッズで動きやすくって感じですね。まあ、めっちゃ楽しい武器なんでね、まあ、よかったらこの動画見て、皆さんも使ってみてください。めちゃくちゃいい感じに無双できたから、マジで見てほしい。まあ、ひまひ、うわー、ワイドローラーおんねんけど、マジできついよー。マジできついよ、ワイドローラーさん。ワイドローラーマジでなんかさ、YouTuber が極限持つ以外に持ってくるメリットないと思うんやけど。なぁ。真面目に使ってる人、マジで、任天堂に感謝されそう。ありがとう、こんな武器使ってくれてって。それぐらい弱い。OK、まず洗濯機倒して。OK、この射程を生かしてね。え、マジ、デュアル射程があるからね。射程とスライド。うん、全然弾当たらんかったわ。打開していきたい。さ、とりあえず手前処理かな。まあ、ホップさ、破滅手前処理って感じかな。やばい、死ぬ。危ねえ。ナイス。これカバーする。ナイス。で、ホップさんを置いて、味方がもうキル取ってくれてるから、ご了承しちゃっていいですか、自分これ。ご了承しちゃって。ご了承しちゃって。無理か。無理でしたで、抑えはやっぱりここ。抑えはやっぱりここなんですよね。バレてる。1。あぶねえ。オッケー。オッケー。オッケー。いいよ。俺、デュアル使いになれるんじゃねこれ。完璧なボム。え？何すか今の。あの、完璧なプレイした後に完璧な水没。デュアルのスライドを生かした水没でしたね。ナイスカバー。味方今惚れてる俺に。カバー上手すぎって。ラグ。オッケー。いや、デュアル楽しい、めっちゃやばい。スプラトゥーンに光明が見えた、これ。ちょっとデュアルが楽しすぎて。バリア飛んできそうじゃねこれ。オッケー、壊しといて。入れ抜って。これ結構、敵中央から来てるから、維持しつつって感じやな。オッケー、コーピーでも壊して、ナイス。やばい、ローラーが来てる。オッケー、芝居いて、ホップスマン置いて、来させないよ。オッケー、ナイス、裏取り完璧。で、エリアもキープして、ほい、あと一発マジか。なんか降りてきた。ちょっと周りの塗りが危ういから、一回塗りから入ろう。一回塗りから入って、かなり右でヘイト変えてる。インクない、やばい。リンク回復して。ちょ、ごめん、ごめん。ちょ、ごめん、マジごめん。ちょ、マジごめんって。ちょ、待てよ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 。多すぎやろ、ここ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。頑張れ。エリアの一回塗りたいな。一回塗りたくない。なんでたらも塗らんの、これ。ちょっと、人数有利やったんや、今。有利やったんや、人数有利。ね。OK。塗ろ、塗ろ、塗ろ、これ塗ろ。塗って、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 一回塗ろ。一回塗ろな。あー、塗れませんでした。はい、塗り強すぎ。オプサン投げて。オッケー、敵の進撃経路潰して、じわじわと攻めていく。無理はしないよ。無理しちゃあかん。無理はしたあかん。一番無理はしたあかん。人生もスプラトゥーンもそう。無理はしたあかんねんな。無理したらしんどいから。程よく頑張ろう。程よく。程よく頑張っていこう。ボムも投げちゃって。程よくね、頑張っていこう。頑張りすぎは良くないよ。やっぱしっかりと。程よく。どうしようかな、これ。どうしよう。まあ、これ、中央戻った方が良さそう。だけど、なんか、いや、ホップさんのせいで。あはこう、なんも、なんか、何したいのか分からんかった。最悪やねんけど、先輩俺。何したいのか分からん、チンパンになってもうた。今は、エイムが、合わない。なんか、前半良かったのに、後半グダグダやねんけど、俺のプレイ。頼む、前半の輝きを取り戻してくれ。リオラチャンネル。味方うますぎ。ナイス。OK、エリア乗ろう。エリア塗って。で、バリア警戒。飛んでくるからね。
オッケー、スクスク倒して。なんかデュアル、なんかスプラ2より弾当たんねんけど、なんかアップで入った、なんか弾でかなった気がすんねんけど、気のせい、気のせいか。オプサマン置いて貸してないこれ。ドーム投げちゃって危な、あー危ない、いやーん当たらないのかそれ。うまいね君スプラシュータくん、頑張れワイドローラ、俺が帰ってくるまで耐えてくれ。飛ぶ、ナイスナイスナイス、オッケー、これ勝った、オッケー、ナイス、オッケー。いやデュアル楽しい、いっちゃん楽しくね。てか俺イチゴ狩り行きたいわ、イチゴ食いて。あーナイスー、よし、デュアル多分ね、エリアとアサリが強い気がするから、アサリでもいい感じに活躍できそう。相手が、相手もデュアルいるね。デュアルバカバリッター、エルさん。エルさんリルガン、そういえば、あれついたね。ウルトラハンコ、ザマー。ノバブラスターと同じ運命を例え。さ、なんかツイートしたらさ、なんかウルトラハンコ使いはバカにしてんのかみたいな言われてさ、やばすぎるやろ、その解釈も。ウルトラハンコは弱いってだけやぞ、ほんま。よし、まずは、無理はしない。結局、どんなに楽しくて強い武器も無理して死んだら楽しくないからね。人数フリーやから一回下がろう。うん。もうフリーの時はもう、下がる。もう素直に下がる。人数フリーの時は素直に下がればいいよ、もう。なんかでも、なんか敵全然ライン上がってないぞ、これ。どういうことや。何が起きてる？相手鍵持ってるからな。でも素直に下がっとこう。デュアルの射程じゃないから、この距離は。しっかりとデュアルの射程で戦うのが大事。オプソナ壊そうぜ、みんなで。オプソナ、みんなで壊せば怖くない。足悪いな。リッター怖っ。リッター警戒しつつ潜伏して、はい、上がってくるよね、見えてるよそれ、全然見えてるよ。潜伏して、ナイス、危ない、ナイス、オッケーオッケー、とりあえず維持はできてるね、前線の。これデュアルここから確か入るだよね、オッケー、侵入完了。あぶねえ、リタ怖、リタケアしながら、あのリタはこっち見てくれる分には全然いいからね、味方が動きやすいからその分。頑張れ味方リタ頑張れ。でこっち前線めちゃくちゃ上がってるけどアサリがないんですよね。俺が持ってる3個しかないって結構やばくね。拾いに行くわちょっとアサリ、さすがに。でこれで7個にして前に捨てながら行ってゴー、リッターうますぎ頑張れリッター対面頑張れ。まあでもカウントはね、こっち進んでるから、これ取りつつ、一回潜伏しようか。一回潜伏で1キル狙いたい。それ飛んでくるのまずいね、それ。それ飛んでくるのまずいね。OK、若葉しばいて、登っちゃうか、これ。リッター正面だけ登ってくるね、これ。見えてるよ。危ね。オッケー、リッターもしばいて、若葉もしばいて、ナイス、後ろ来てる？来てない、オッケー、ナイスエバート。おお、なんか味方強、アサリさえあれば、あとアサリがあればなんとかなるんで、なんとかなるとかカウント済むんですけど、アサリがないですね、相変わらず僕たち。一体いかつすぎやろ今のドラッグショット。ああ怖っ、勘弁してもらっていいっすか、硬くない、あいつボムの爆風とメイン2発さえやがった。頑張れ、ナイスカバー、あとアサリナイス、横でヘイト買っとくから俺、サイド展開これが。でアサリも入れちゃってキルも取っちゃって完璧、このポジション。いやデュアルでこういうね右から入ったりする嫌がらせマジ強い。ほらほら、俺が気になって仕方ない、俺が気になって仕方ないだろ貴様。オッケーオッケー、これマジ強い。上におらんかった？気のせい。あと一発。オッケー、ナイス。正面来てるね。警戒しつつ。降りちゃったね、若葉シューターくん。降りちゃったね。降りちゃったら無理だよ、それは。やばい。あと一発、ナイスカバー。リッター警戒して。おい、おい、おい。おい、やばーい
逃げれんかった。入るか、アサリ。あー無理か。まあしゃあない、しゃあない。残り1分やしな。いや、あの右奥に寄るのマジ楽しかったな。あそこ最強ポジ。あそこ維持しつつヘイト買いつつキルも取りつつカウント稼ぎつつっていう最強の動き、あれが。あ、やばい、あと一発、ナイス。あ、もうなんかもう多すぎてどれがどれかわからん。おぉ、すごいすごい、多すぎ多すぎ。敵多すぎ。あ、これ勝ったな、これ。ナイス、ナイス。あ、ナイス。デュアルスイーパー一番楽しいかも、今の環境で。